霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は前回の続きだ。硫黄島に赴任した栗林が、島を一日でも長く守るために地下要塞を作ることに決めたところだったな。そうだ、硫黄島の戦い二つの謎だ。なぜ、硫黄島の戦いでは日本軍よりアメリカ軍の死傷者が多かったのか？謎だな。そして、もう一つの謎、栗林の最後。そっちも謎だな。大好評シリーズ。第二次世界大戦の謎。硫黄島の戦い編だ。このシリーズ、今回が初めてだぞ。大好評ってのおかしくない？なぬ？なぬなぬ？二つの謎を解きながら、硫黄島の戦いをじっくりと解説していくぞ。ということで、ゆっくりしていってね。本土空襲の基地として硫黄島を狙うアメリカ軍に対して、栗林はこれまでの水際撃退の戦法を捨てた。常識を覆す作戦だったな。そうだ。敵を招き入れての持久戦を計画した栗林は後方陣地及び、前頭の施設を地下で結ぶ全長18キロに及ぶ坑道構築を計画。地下要塞。地下要塞の建設は本格的だった。設計のために本土から鉱山技師が派遣されている兵員に対して時間の7割を訓練、3割を工事に充てるよう指示した。硫黄島の火山岩は非常に柔らかかったため十字式や円差字などの手工具で掘ることができた。手作業か。また、司令部本部付きのいわゆる事務職などを含む全将兵に対しても陣地構築を命令。工事の遅れをなくすため上官巡視時でも作業中は一切の敬礼を止めるようにするなど指示は合理性を徹底していた。敬礼もなしか。栗林は自ら島内をくまなく巡回し、時には大地に腹ばいになって、目盛りのついた指揮棒で自ら目視して作業する兵士たちに、この左脳の高さをあと25センチ上げよ。こっちに機銃陣地を作って死角をなくすようにせよ。統治下にもっと砂をかけて隠すようにせよ。などの具体的で詳細な指示を行うこともあったという。でも、手作業だと大変そうだよな。そうだ、主に手作業による地下工事は困難の連続であった。激しい肉体労働に加えて、火山である硫黄島の地下では、防毒マスクを着用せざるを得ない硫黄ガスや、30度から50度の地熱にさらされることから、連続した作業は5分間しか続けられなかった。5分で限界って過酷すぎる。またアメリカ軍の空襲や艦砲射撃による死傷者が出て、補充や治療は困難であった。汗の一滴は血の一滴、を合言葉に作業が続けられた。ただ一日でも長くこの島でアメリカ軍の猛攻に耐えるために。結局、完成した坑道は深いところでは地下12メートルから20メートル以上、長さはすり鉢山の北斜面だけでも数キロに上った。地下室の大きさは、少人数用の小洞穴から、300人から400人を収容可能な複数の部屋を備えたものまで達したようであった。病院号も作られている。出入り口は近くで爆発する砲弾や爆弾の影響を最小限にするための精巧な構造を持ち、兵力がどこか一つの穴に閉じ込められるのを防ぐために複数の出入り口と相互の連絡通路を備えていた。また、地下室の大部分に硫黄ガスが発生したため、換気には細心の注意が払われた。兵団司令部も地下20メートルにあり、坑道によって接続された各種の施設からなっていた。地下20メートルって1階あたり3メートルって言うから、地下6階のイメージか深いな。またすり鉢山の海岸近くの統治下は鉄筋コンクリートで作られ、壁の厚さは 1.2 メートルもあった。ほぼ手作業で、そんな要塞作るってすごすぎる。もちろん、坑道構築では自然の洞穴や地形の特徴も最大限に利用された。過酷な労働に知恵と工夫で作られた地下要塞ってことだな。すり鉢山は海岸砲及び統治下からなる半ば独立した防衛区へと組織。戦車が接近しうる経路には全て対戦車壕が掘削されている。持久戦術は守備隊唯一の戦車戦力、西田圭一中佐が率いる戦車第26連隊に対しても徹底された。戦車第26連隊は満州で猛訓練を積んできたこともあり、連隊長の西は硫黄島でも戦車本来の機動戦を望んでいたが、サイパンの戦いなどで、優勢なアメリカ軍部隊に戦車突撃をして、強力な M4 中戦車との戦車戦や、バズーカなどの対戦車兵器に一方的に撃破されることが続いており、栗林は西に対して、戦車を掘った穴に埋めるかくぼみに入り込ませて、地面から砲塔だけを覗かせ、統治下代わりの防衛兵器として戦うよう命じる。従来の水際配置、水際撃滅主義に固執し、水際陣地構築にこだわる一部の陸軍爆撃と飛行場確保に固執する海軍を最後まで抑え、アメリカ軍爆撃機の空襲にも耐え、兵士は、
高温で硫黄ガスの噴出する島の地下をひたすら掘り進めた。結局、坑道はその後に追加された全長28キロの計画のうち17キロ程度が完成した。17キロ東京から川崎が18キロぐらいだからすごい距離だな。司令部とすり鉢山を結ぶ坑道も、残りわずかなところで未完成のままアメリカ軍を迎え撃つことになった。しかし、戦闘が始まると地下要塞は初期の役割を十二分に果たすことになる。まさか、アメリカ軍もこの島に、そんな地下要塞があるって思わないもんな。後に栗林が築き上げたこの防御陣地に多大な犠牲を強いられることとなった硫黄島上陸部隊の指揮官第56任務部隊の司令官ホーランド・スミス海兵中将は、防御陣地と栗林による部隊の配置についてこう語っている。栗林の地上配備は私が第一次世界大戦中にフランスで見たいかなる配備よりはるかに優れていた。また感染者の話によれば、第二次世界大戦におけるドイツ国防軍の配備をもしのいでいた。フランスドイツよりもすごかったってことか。栗林は、どうしてもこの島を守る理由があった。硫黄島から東京まで 1200km。硫黄島の飛行場がアメリカ軍のものになってしまうと、爆撃機 B-29 による東京攻撃が容易になる。栗林は硫黄島を、日本として今最も大切な要点と呼び、家族への手紙に次のように書いている。もし私のいる島が敵に取られたとしたら、日本内地は毎日毎夜のように空襲されるでしょうから、私たちの責任は実に重大です。それで皆、決死の覚悟です。私も今度こそは必死です。重中クブクリンまでは生還は着せられないと思います。しかも戦闘はもう目の前に迫ってきているので、疲れて眠っている時の他は頭の中が惨烈な戦闘、そして玉砕、そしてその後の祭祀の身の上がいかなっていくだろうか、ということはガリです。栗林さん。栗林忠道は1891年、戦国時代以来の旧松代藩の豪子の家に生まれた。当初ジャーナリストを志し東亜同文書院を受験し合格していたが、恩師の勧めもあり1912年12月1日に陸軍士官学校へ入校。アメリカ、カナダなどでの留学勤務などを経て、1943年東京師団長に任せられる。軍の中枢が対米海戦に動き出していた頃、栗林は巨大な軍事力を持つ米国との不戦を軍内部で進言し続けた。しかし、聞き入れてもらえなかった。栗林は硫黄島赴任後も対米講和を上申したが握りつぶされたとも言われている。アメリカとの戦争に反対し続けた栗林さんが、硫黄島で司令官になるって運命は残酷だな。日本軍は最後の決戦とした冷徹決戦も惨敗。硫黄島での戦いが始まる時には、すでに戦争継続の力はなかった。しかし、このまま硫黄島を占領されれば、それは日本本土空襲の強化であり、直接的には、皇居のある東京への空襲の激化につながる。大本営としては、硫黄島は絶対に守り通す必要があった。栗林はおそらく玉砕しかないことを知った上で指揮を取っていたはずだ。栗林さん。昭和20年1月に発令された最終作戦で陣地支守と強力な相互支援を確認する。これも従来の攻撃偏重の日本軍の戦術を転換するものであった。また、兵力の大幅な損耗につながる防護された敵陣地への肉弾突撃万歳突撃は厳禁された。そして、昭和20年2月16日、アメリカ軍艦艇航空機は硫黄島に対し猛烈な上陸準備砲爆撃を行った。いよいよアメリカ軍が上陸してくるんだな。艦砲射撃、航空機による爆撃で島は全く緑の見えぬほど焼けただれた。空から叩き込まれた爆弾120トン、ロケット弾2250発、海からの砲弾38500発。島にはもはや生物は存在し得ないと思われるほどの猛攻だった。しかし、栗林の地下要塞により、日本軍はほとんど傷つくことがなかった。それだけ栗林が作り上げた要塞は優れたものであった。地下要塞がなかったら、この時点でほぼ全滅だったかもだな。昭和20年2月19日午前9時、ついに硫黄島に米海兵隊3個師団約7万人が上陸作戦を開始する。日本軍は硫黄島に2カ所の飛行場を整備しており、アメリカ軍の上陸時、3つ目の飛行場を建設中だった。日本本土空襲を目論む、アメリカ軍の最優先の戦略目標も飛行場の奪取だった。海兵隊3個師団7万人の兵力、水陸両用装甲車と、上陸用船艇合わせて750隻で押し寄せた。圧倒的な火力と兵力で硫黄島を襲いかかったアメリカ軍は、5日間で陥落できる、と目論んでいた。
海兵隊員を乗せたおびただしい数の上陸用船艇。上陸部隊を支援するため、沖合の艦艇や航空機が砲爆撃を海岸線に浴びせる。アメリカ軍が上陸した海岸線はおよそ東西3キロの長さがあり、そこを6区画に分けて攻撃する計画だった。アメリカ軍の強襲上陸に対し、当初、日本軍の抵抗は散発的だった。アメリカ軍は準備砲撃で日本軍の沿岸陣地が壊滅状態になったためだと思っていた。生き物が住めないぐらい上陸準備砲撃していたんだから、そう思うよな。しかし、島には上陸準備砲爆撃にもほぼ無傷のまま、約2万人の日本軍守備隊が地下坑道に息を潜め、立てこもっていた。栗林は、水際での攻撃を意図的に控え、アメリカ軍が内陸部に入った時点で集中攻撃をかける計画を立てていた。沿岸陣地には少数の部隊しか配置していない。十分にアメリカ軍上陸部隊を内陸部に引き込んだ10時過ぎに栗林の命令によって一斉攻撃を開始する。アメリカ軍は突然の攻撃に大混乱となり、多数の死傷者を出す。上陸部隊指揮官のホーランド・スミス海兵隊中将は、その夜、前線部隊からの報告に驚き、取材の記者たちに、誰かは知らんがこの戦いを指揮している日本の将軍は頭の切れるやつ、ワンスマートバスタードだ、と語った。頭の切れる栗林さんだ。アメリカ軍はその後も、日本軍の激しい反撃に見舞われた。日本軍は地下要塞を網の目のようにつなぎ、巧妙に隠蔽した出入り口から攻撃を仕掛けたため、アメリカ軍は火炎放射器や手榴弾で地下要塞を一つ一つ攻撃していくしか進撃の方法がなかった。日本兵は無益な突撃を避け、アメリカ軍の隙をついて地下要塞から攻撃するゲリラ戦を展開する。特に激戦となったのは硫黄島の南西の端に位置する火山すり鉢山。標高は168メートルしかないが、山頂は全島を見渡せる絶好の観測地点だった。アメリカ軍は上陸作戦前の準備砲撃として、すり鉢山にも大量の砲弾を撃ち込み、山の形が変わったとされるが、すり鉢山の要塞化された陣地に潜む日本軍守備隊は、ほとんど無傷のまま攻撃の機会を伺っていた。すり鉢山を目指したアメリカ軍は、日本軍守備隊の猛攻を受けて大損害を受ける。アメリカ軍は物量作戦を展開し、四方からすり鉢山を攻撃。占領するのに4日間を要した。激戦の末、数人の海兵隊員が、島で一番の高台であるすり鉢山の頂上にたどり着いた。そこで彼らは日本軍が放置していった水道管に米国旗をくくりつける。その数時間後、別の海兵隊員のグループが、もっと大きな星条旗を持ってきて付け替えた。それが写真家ローゼンタールが捉えたその瞬間だ。この写真が太平洋戦争を代表する一枚だな。海兵隊員はすり鉢山を占領したことを示すため、山頂に星条旗を立てた。日本の領土を初めて占領成した証に。しかし、この写真が撮影された時点で、アメリカ軍が占領しているのは硫黄島全体の3分の1程度だった。日本軍の地下要塞の入り口は島の至るところにあり思わぬ場所から攻撃を仕掛けてアメリカ軍を苦しめた。一見、ただの小山に見える場所にも、内部にはトンネルが張り巡らされ、巧妙に隠蔽された銃座や砲台も構築されていた。すり鉢山が占領された後、日米両軍は島の中央部にある2カ所の飛行場を巡って激しい戦闘を繰り広げる。硫黄島中央部は、起伏のある場所が多く、中でも本山飛行場の東側は、丘陵が連続した複雑な地形で、日本軍はそこに堅固な陣地を構築してアメリカ軍を迎え撃った。日本軍は日没後、地下のトンネルを使ってアメリカ軍の背後に回り込み、闇に紛れて夜襲をかけた。すり鉢山や飛行場を占領された後も、日本軍守備隊の戦意は旺盛で、アメリカ軍兵士は陣地の中で不安な夜を過ごさなくてはならなかったという。まさにゲリラ戦だな。アメリカ軍は、日本軍の地下要塞を火炎放射器や手榴弾で一つずつ無力化していかなければならなかった。日本軍の不意打ちを受けることも多く、占領地域は広がってもアメリカ軍の損害は日に日に増えていった。しかし、孤島の戦闘は援軍のない日本軍将兵にとって、無残としか言いようのない状態になっていく。3月15日、日本軍の抵抗戦はさすがにバラバラとなり、星条旗が硫黄島の全土に翻った。それでも、地下要塞による日本軍の反撃は続いた。5日で戦闘を終わらせると言っていたアメリカ軍に対して日本軍は1ヶ月近くも戦い続けていた。翌16日16時、大本営へ、栗林中将は電文を送る。そこには、こう記されていた。戦局最後の石頭に直面せり、
敵来攻以来帰化将兵の関東は誠に鬼神を泣かしむるものあり。特に想像を超えたる物量的優勢をもってする陸海空よりの攻撃に対し厭然と主空権をもって勝つく検討を続けたるは、小職自らいささか喜しとするところなり、それは決別の伝聞だった。一日でも長く戦い、そして力尽きたといった感じか。この伝聞の最後に栗林は歌を書き添える。国のため重き務めを果たしる。やだまつき果て、散るぞ悲しき。散るぞ悲しき。この日、最後の総攻撃を起とした栗林は残存部隊に対し以下の最後の命令を発する。1、戦局は最後の関東に直面せり。2、兵団は本17日夜、総攻撃を決行し敵を撃砕せんとす。3、各部隊は本や小市を起し各方面の敵を攻撃、最後の一兵となるもあくまで決死関東すべし。そして、その4、世は常に諸子の戦闘にあり。栗林さんが先頭に立って戦うということか。翌17日、階級賞重要書類などを焼却、師団司令部内洞窟の全員はコップ一杯の酒と恩師のタバコ2本で、互いに根性の別れを告げた。栗林中将は左手に軍刀の柄を握りしめて淡々として訓示する。たとえ草をはみ、土をかじり、野に服するとも断じて戦うところ市中をのずから勝つあるを信じています。本職は諸君の忠誠を信じている。私の後に最後まで続いてください。大本営は決別電報で栗林は戦死したと判断していた。事実、21日には大本営、硫黄島守備隊は17日夜に玉砕と発表。しかし、3月23日に硫黄島から断続的に電文が発されているのを父島の通信隊が傍受する。その電文には3月21日以降の戦闘状況が克明に記されていたが、最後の通信は23日の午後5時で、星桜300東台地にあり手榴弾を送れ。通信兵が返信しようとすると、待て、待てと硫黄島から遮られ、その後に続々と伝聞が送られてきたという。その伝聞の多くが栗林による部隊や個人の主君上申であり、栗林は戦闘開始以降、部下の主君を念入りに調べてこまめに上申して、昭和天皇の条文に達するようにしてきたが、最後の瞬間まで部下の働きに報えようとしていたのだと伝聞を受信した通信兵たちは感じ、伝聞に記された顔見知りの守備隊兵士を思い出して涙した。という、しばらくすると通信は途絶えて、その後は父島からいくら呼びかけても返信はなかった。そして、3月26日、栗林は最後の突撃を命じる。昭和20年2月19日朝のアメリカ軍の上陸開始から、栗林中将が最後の突撃を命令した3月26日夜明けまで、戦闘は一瞬の休止もなく続き、5日間とアメリカ軍が目論んだ戦いだったが、日本軍の組織的抵抗は1ヶ月以上に及んだ。アメリカ軍の損害は死傷 25,851 名。上陸した海兵隊員の3人に1人が戦死または負傷したことになる。日本軍の死傷者は2万数百人うち戦死1万9900人。太平洋戦争で、アメリカ軍の反攻開始後その損害が日本軍を上回ったのは、この硫黄島の戦いだけであった。海兵隊司令官スミス中将は言った。この戦闘は、過去168年の間に海兵隊が出会った最も苦しい戦闘の一つであった。太平洋で戦った敵指揮官の中で、栗林は最も勇猛であった。日本軍の捕虜は1033人。すべてが負傷して動けなくなったものばかりである。硫黄島の戦い一つ目の謎。なぜ、圧倒的な兵力と火力を持つアメリカ軍が、日本軍以上の死傷者を出すことになったのか？だから、地下要塞のおかげだろ？いや、それだけではない。この謎の答えは、もっと深いところにある。地下深くってことか？教えてくれって、これ前回のデジャブだ。早く答えくれ。それは次回だ。出た。お預けパターンって、これもデジャブ。次回は、硫黄島の戦い二つの謎の答えに迫るぞ。栗林中将の最後も解説していくからな。引っ張り上手ですのお、これもデジャブ。次回もお楽しみに。ウプ主は歴史が趣味というだけなので、異論、反論や間違っている点も多々あるはずだ。それはコメント欄で教えてもらえると嬉しいな。頑張っても至らないところあるはずだからな。これからも勉強していくぞ。歴史を知ることは、今を知ることだ。と、信じているからな。まだまだ未熟ですけど、最新情報をお届けしたいのでチャンネル登録、どうぞよろしくお願いします。